兄上は双方殿を廃し、双方殿を擁立した。そんな兄上のことを董卓と重ねている者もいます。俺としては全力で否定したいですが、どうしたらいいと思います？ふん、将、私に嫌味の一つも言うようになったか。双方の下では私のやり方は貫けぬ、故に新たな帝を立てたまでだ。言いたい奴には言わせておけということですか？申し上げます、呉の孫権が死亡した模様。将、これは呉を切り崩す好機だぞ。すぐに呉へ進攻する準備をせよ。私も急ぎ帝にお伺いを立てる。わかりました。この呉討伐で兄上の本当の意味での評価が決まる。俺のできることは一体。状況を報告してくれ。はっ、呉軍は皆盛況で、我が軍は苦戦を強いられております。孫権が死に弱っていると思っていたが、かえって呉の将兵は奮起しているか。しばし様、申し上げます。我が方の戦線は完全に崩されたか。しばし殿、申し訳ございません。将兵一同奮戦するも力及ばず。ま、仕方ないさ。今回は向こうの先方の動きがすごすぎた。仕方ないですと？我々は兵や民の負担の上で戦をしているのです。それをあなたはそのように。将の言う通りだ。諸葛丹よ、勝敗は戦の常だ。敗北を認めることが戦のうちだ。孫権を失えばもろかろうと踏んだが、将兵の気骨と粉塵、さすが孫吾と言うべきか。兄上、みんなを引かせますか？無駄に死なせたら、それこそ兵や民に悪いですし。席はすべて私が負う。私の名で各軍に撤退を。これから号令しますよ。敗戦の席ってのがあるなら、兄上と俺、二人で追いましょう。我が天命、いまだその時ではないか。軍は呉により分断された。合肥新城までの道、全力で切り開くぞ。多くの味方がチリチリになっちまった。かき集めて撤退しないとな。
敵の狙いはこの地と見た。者ども守備を固めよう。潰しちまうか。お前らついてこい。この地は包囲した。各軍それぞれの方角から攻め寄せよ。主軍と分断されてしまうとは。この苦境、私の力でどうにかせねば。優位に戦いを進めていたはずが、攻め急ぎすぎたか。じゃあ引くしかあるまい。手触りなとこは潰しちまうか。ほらついてこい。潰しちまうか。お前らついてこい。私では到底及ばぬお働きです。我が主君に送る。なんとかしのいだか。合皮新城を目指し撤退する。必然の勝利を。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。の手でこの地に葬ってくれよ。今は皆の無事を喜ぶべきか。
これで五軍は調子に乗って追撃してくるでしょう。まったく、しばし殿も思ったよ。紹介殿、今はそこではあるまい。これを防がねば、こたびは義が危うい。我々の任務は、孫悟の侵攻をいかに防ぐかだ。敗戦の割には、味方の混乱は少ない。しばし殿が潔く敗戦の席を追ったのが功を奏した。資源殿は大丈夫でも、師匠殿と諸葛丹殿は別にいいんじゃないですか。諸葛丹殿はしばし殿に心酔している。今もその名誉を回復しようと躍起になっているはずです。いずれにせよ、ここで持ちこたえねばどうしようもない。せいぜい生き残りをかけ、おのおの全力で任に当たるとしよう。やはり五軍は勢いに乗り、この合肥新城に進軍している模様です。防衛体制を再構築しましたが、先の戦いの傷は深く、勝てるかどうか。諸葛丹、弱気になるな。上に立つ者がそんな態度では全軍の士気に関わるぞ。はっ、この諸葛光球、兵卒と共に精一杯戦い抜きます。五軍がすぐそこまで来てますよ。石膏が敵の動きを察知しました。仕掛けてきたようです。兄上、号令をお願いします。我らはこの城を失うわけにはいかぬ。皆頼むぞ。味方を援護して合肥新城に戦力を集めろ。しんどい状況だけど、ひっくり返してやろうぜ。五軍の再臨が投降を申し出ております。疫病に苦しむ兵を諸葛閣は一個だにせん。もはやあの男にはついていけぬ。まさか再臨様は義に寝返る気か。このこと急ぎ諸葛閣様に知らせねば。
せねばならぬのに。無念。諸葛閣様、すみません。